ございます。今日は10月の25日今11時20分ですね。もうお昼時間なんでそろそろお昼の準備しようと思うんだけど、どうしようかな、迷うな。食材が微妙なので今日はお蕎麦にしようかな。お蕎麦か豆腐が余ってるから麻婆豆腐かなんか作ろうかなと思うんだけど、野菜がないので豆腐もね食べないとダメになっちゃうから、野菜がないから麻婆豆腐丼みたいにして小ネギ的なの散らすぐらいしかできないんだけど、まあお昼だからそれでいいかな。麻婆豆腐作っていこうと思います。冷凍庫見たらごぼう人参ミックスがあったので、ちょっときんぴらも作っておこうと思います。あとこれもねおせちの時の残りがあったので、これも一緒にちょっと温めて食べようと思います。できました。ちょっとひき肉なかったからひき肉なしのまま丼になったけど、さっき作ったねきんぴらも一緒に食べようと思います。いただきます。ただいま時刻が2時25分ですね。これからちょっとね今日は初めてうちの近所の図書館に行ってこようと思って、先生がなんか落ち着いて仕事ができる場所、まあ、家では別にできなくはないんだけど、たまになんかちょっと週1ぐらいでリフレッシュしに行けるところがあるといいなって言ってて、でこの間一昨日ぐらいかなコーヒーショップに一人で行ってきたらしいんだけど、あんまりなんか仕事が進まなかったらしくて、まあ家で全然できるからいいんだけど、まあでもなんかちょっとこう外に出かける用事じゃないけどリフレッシュできるとこがあればいいなとかって言ってて、で図書館近くにあるから行ってみればって言って検索したらすぐ近くにあったので、まあすぐ近くでもないけど車で行かないとダメだけど今日ちょっと行ってこようと思う。最初だから私もちょっと一緒に連れて行ってもらって、どんな感じが見たいので行ってこようと思います。着きました。結構ねそんな静かじゃないんだここのなんかあっちの方なんかキッズのやつやってて、そんなに大きくもないけど、こちら今キッズのテーブルに座ってます。お家帰ってきました。ちょっとねこれね前ねうちの親戚がドイツに住んでていただいたチョコレートあるので、おすごい2段になってるマカデミアナッツのチョコレートちょっといただこうと思います。今日はこれからまちくんのお散歩に行ってきます。今5時42分なんですけど、なんかねうちらの住んでるところの近くになんかレイクまあ人工の湖みたいな、まあちっちゃいけどねがあって、なんかそこの周りが公園になってるところがあってでそこなんだっけな YouTube かなんかで見たのかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、写真と YouTube とかなんか動画で見たような気がするけど、なんかすごい綺麗なところで、まあそこの地域がすごい結構お金持ちの人たちが住んでるところなんだけど、いいところがあったのでちょっと初めて行ってみようと思ってこれから行ってみようと思います。来ました。めちゃめちゃいいところ。ここなんか多分この辺の住んでる人たちの住人の人たちが使えるプール、ウォータースライダーまであるけど、あとなんかラウンジとかあとジムもあるみたいなんだけど、すごいめっちゃいいところ。めっちゃ綺麗なんだけど、なんかちょうどいい夕日が落ちたぐらいの時に来たので、あと今日はちょっと曇ってるから逆になんかそれがふんわりした感じで綺麗。みんなここのね人工の湖の周りで歩いたりお散歩したりしてていいところですねここ。夕日がめちゃめちゃ綺麗。もしかしたら私の一番のお気に入りスポットになったかもしれない。最初今まではずっとホーレンザロックってダウンタウンのところにある岩に穴が開いて街が見えるところが好きだったんですけど、特に今日は夕焼けが綺麗で本当に超綺麗。もう最高すぎる。さっきね、ここに住んでる人たちいいよねって話してて、先生今虫くんたちのいるけど、いや最高だよね、こんな景色が毎日見れてさ。プールとかジャグジーとかがさ、ここにある人が多いわけでしょ。いいね、最高ですね。やっと一周終わりそうで、さっきの噴水がそこめっちゃ綺麗なライトアップしてていい感じです。はい、ということで車に帰ってきました。もちくんのこの笑顔を結構長いなんていうの、長い公園だったので、どれぐらいかかったかな、20分ぐらいかかったかな、けどいい感じのお散歩ができたのでよかったです。また来たいと思います。また来たいと思うっていうか、多分絶対来るので、時間があったら来たいぐらい本当にいいとこだったので、私の一番のお気に入りのスポットになりました。お家に帰ってきました。今日の夕飯はね、すごいいろいろランダムなものを全部、これねさっきお昼食べるの忘れちゃったんで、カニシューマイと、あとこれおせちの時に買ったやつも残ってるし、オレンジチキンもまだまだあるので、適当にちょっといっぱいいろいろ作ってつまみながら食べようと思います。できました。今日はなんかとっても茶色だけど、いただきます。はあ、めっちゃお腹いっぱい、全然食べれなくていっぱい残っちゃったんで、明日のお昼にもなりそうだけど、はあ、という感じで今日のビログはこの辺で終わりにしようと思います。また明日のビログでお会いしましょう。バイバイ。